皆さんこんにちは。今回の動画は昨日発売された233話でメンタル崩壊、行方不明、制動守備のミス、みゆきのリード、こういった気になるポイントがあったのでもう少し追っていこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。あとこの動画とは関係ないんですが、現在この動画では来年度人気キャラ投票を行っています。投票期間は今週の土曜日11月21日23時59分まで。まだ投票してない方は下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ご投票の方お待ちしております。それでは本編最後までご覧ください。今回の233話では久々に薬師のことについて描かれていました。内容としては、薬師はもう現在行われている那須隊に敗戦しているため、ライチの隊を中心とした新チームが始動しています。ちなみに新キャプテンの方は1番バッターでキャッチャーの秋葉となっています。そんな新チーム始動や新キャプテンが決まる中、グラウンドにはライチの姿が見当たらなかった。なぜライチはいないのか。ライチは参考戦に敗戦したのは自分のエラーが原因だと思い深く反省、メンタル面が崩壊していた。そのため父ライゾーはメンタルケアのため知り合いにライチを預けていると言っています。一体ライチはどうなってしまうのか。ライチは去年夏隊で聖堂対戦時5打席目、当時3年生だった上級生が一番打っていたライチのために執念を見せて繋いでくれた。しかしライチはチームのために、こういった当時普段は考えないようなことを考えてしまい空回り、当時聖堂エースだった丹波に三振を食らい聖堂に敗戦、最後のバッターとなっていました。この時もライチは大号泣して反省。こっから主の妄想ですが、去年夏最後も実は今回のようにライチはメンタル崩壊、そうなっていた場合は去年の回想シーンも今後描かれてくると思います。なんだかんだライチのメンタル面は秋大開幕前には戻り、もっと成長したライチが作中に登場してくると思うので楽しみです。ここも薬師での気になるポイントです。内容としては真田が行方不明になっているということです。薬師は現在行われている那須隊5回戦で参考に敗戦して以降、同級生や監督らは真田の姿を見ていない。真田は選抜での活躍もあり、ライゾーは紹介したい大学が山ほどあった。しかし本人がいない。一体どこに行ってしまったのか。主の予想では真田は3年生になってから1年生友部の紹介もあり、怪我防止や筋肉強化のためにジムへ通うようになっていました。なので参考生に敗戦後はジムへ通い詰めているのでは。また真田は那須隊前に足を怪我していたので、その足の怪我を完全に治すために治療しているのかないと思いますが、聖堂川上のように突然体に違和感が出てもう投げることのできない体になったのか、あとは那須隊を見に行っているのでは。伊沢美様は真田はどこに行ってしまったのだと思いますか。思いついた方はぜひコメントお待ちしております。ここまで薬師関連について触れていきましたが、この233話では那須隊準決勝聖堂対三高戦の4回表も描かれていました。この回聖堂沢村は先頭の森をセカンドフライで抑えましたが、3番宮川は守備のミスもあり得点圏にランナーを許しています。このポイントではこの守備のミスに注目。このプレーはショート倉持の送球もあまり良くなかったですが、ファーストの前園がカバーできそうでした。そのためプレー終了後前園が沢村に謝っていた。なぜこんな焼かれ方をしたのか。ここから主のゴリゴリの妄想があります。それは前園の左足に原因があると思います。前園は準決勝開始前にバッティング練習で左足に自打球を食らっていました。そのため作中では前園が左足を不安げに見ているシーンが描かれていた。今回のプレーは前園が倉持の投げたボールに対して左足をもっと前に出して伸びていれば取れていたかもしれない。しかしもし左足の負傷が原因で伸びることができなかったら、今後の前園が心配です。前園は今大会1ホーマー6打点2年空き隊とまではいきませんが、チームには欠かせないバッターであるため今後の前園に注目です。ちなみにもし前園が離脱した場合についてこの動画で話しています。ファーストは誰が守るのか。山口、みゆき、みゆきがファーストを守るなら誰がキャッチャーをするのか。こういったことを話しているので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。最後のポイントも那須隊準決勝聖堂対三高戦の4回表で起きたことです。4回の表ワンアウトランナーなし、沢村は3番宮川との対戦時2ストライクと追い込んだ後、3球目にインハイへナンバー5を投げていました。このボールはみゆき枠、遊び球ではなく宮崎目以降の布石として見せておくことで警戒させようとしていた。なのでここから沢村みゆきバッテリー、この試合の3巡目からのリードを考えていきます。ここまで沢村みゆきバッテリーはナンバー9多めの配球で参考のバッターと勝負しています。あとこの試合から沢村はナンバー9を投げており、ナンバー4からのナンバー9、この配球が抜群に決まっている。沢村みゆきバッテリーはこの試合が始まる前、序盤はナンバー9多めで攻めていくと言っていた。今の参考のバッターは誰一人ナンバー9を攻略していない。沢村も言っていましたが、参考のバッターは同じ球種一択で攻めていくといずれは打たれてしまう、
なので低めのナンバーファイブは星田にヒットを打たれていますが、緩急や両サイド高低をうまく使い、ナンバーフォーが生きるような配球になってくると思います。沢村まだ今大会9回まで投げていない。なので後半戦はスタミナ面も注目しながら見ると面白いかなと思います。程度はこの試合3回戦と準々決勝と好投している川上が怪我の影響で登板できません。ベンチには準々決勝で8回を投げたクリアがいますが、沢村初めて後ろを考えながらこの試合に登板している。この影響は今後この3校戦で出てくるのか。以上、今回は233話で気になるポイントを掘っていきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタもやってますので、フォローの方お待ちしております。今回の負けでは233話で行方不明になった真田、この真田はどんな選手なのかを見ていき、この動画を終わりたいと思います。真田は右投げのピッチャーです。1年生の頃、薬師雷蔵が監督として来たことによって、今までは楽しめればいいと思っていた高校野球がどっか使命感のようなものに変わっていき、ランニングとかでのサボり癖がなくなっていきました。真田は聖堂沢村と同じムービングスカイのピッチャー。また真田はバッティングも良く、公式戦では試合を決める一打も打っています。真田はもう高校野球は引退していますが、公式戦での成績は何になっています。薬師は来地の代が入ったことによって急激的に西東京を代表する高校へと成長したので、まだ来地らが入学していない真田が1年生の頃はそこまで良い成績を残せなかったのだと思います。真田2年生からエースナンバーを背負うぐらいのピッチャーのはずだったが、2年夏代は春先に痛めたふくらはぎがまだ完治していなかったので背番号18をつけていました。当時は基本2番手をメインとして登板。2年夏は準々決勝で聖堂に敗戦しベスト8で終了。2年秋帯は準決勝で三高と対戦し3対2、薬師は逆転勝利。この試合真田はピッチャーの他にもバッティングでチームに貢献、真田の一打で勝利することができました。決勝では聖堂対戦、この試合真田は5回裏から登板。最終回まで薬師がリードしていたが、最後は聖堂前園にヒットを許し、秋帯は準優勝で終わっています。東京大会は選抜に出場できる枠が基本1校しかなかった。だが聖堂が神宮大会で良い成績を残したので、薬師も選抜に出場。2年冬のオフのトレーニングで真田は下半身を徹底的にいじめ抜く。この下半身強化をしたことによって3年春の選抜ではアウトコースへのまっすぐが抜群に決まるようなピッチングを手に入れる。その結果、全国の強豪校のバッターを打ち取っていき、選抜ベスト4と優秀な成績を残しました。3年春隊は選抜帰りでいきなり去年の甲子園準優勝校稲石と3回戦で対戦しました。真田はこの試合まっすぐは145へ、秋隊とはプレートの使い方を変え試合に挑んでいました。ほとんどのピッチャーは三塁側に立つが、真田は一塁側のプレートを目いっぱい使用。さらに真田の武器であるシュートにも角度がつき、より威力は増していました。甲子園という大舞台で全国の強豪校と渡り合った経験で真田は心と体、そして投球術にもピッチャーとして一皮むけていた。しかし6回、稲石1番カルロスの一発を皮切りに拮抗していた試合が動く。結果この試合は0対4で薬師は敗戦しました。その後行われた春の関東大会は薬師は選抜4強していたので推薦枠で出場。関東大会では2回戦で埼玉の浦島学院と対戦。この試合薬師はゴールド目前までリード、点差が開いたので真田は4回を投げて降板。しかし途中から出た1年生などがエラーをしてしまい、浦島学院にゴールドで勝利すると思われたが11対12で敗戦。3年夏祭では真田がまた夏祭前に足を負傷してしまった。なのでこの大会も去年同様途中から登板。薬師は夏祭を順当に勝ち上がっていき、5回戦まで駒を進めていました。5回戦では三高と対戦。この試合は9回の裏、薬師雷地のエラーがきっかけで敗戦。真田の3年夏は5回戦で終わり、高校野球が終了しました。